どうもこんにちは、パーソナルトレーナーのイサムです。今日はですね、フェスタ2を見に行って動画、三宅さんとの動画が上がってると思うんですけれども、まあ、その最中に僕は3種類の筋トレをですねやっていたんですよ。それをちょっとご紹介しようかなと思います。 K1 の雰囲気も試合が始まると照明が明るくなりますけど、基本的には暗いので、この両隣にちょっとこう偉い方が座ってたんですけど、多分バレてないと思います。一人で筋トレをしてました。僕たちがだいたい3時ぐらいに会場行って、終わったのが確か9時半ぐらいだったと思うんですよね。なので約6時間ずっと座って試合を見てたので、まあその間できることあるなと思って、まあそれをちょっとご紹介しようかなと思います。なので皆さんもですね、舞台だったりとか映画館ですとか、そういった時にできるものになると思うので、ぜひご覧いただければと思います。でその前にちょっと昨日の K1 のお話をしたいなと思ってて、すごい昨日試合が良くてですね、アグレッシブな戦いも多かったし、一発 KO もあったし、感動的な、そっち勝つんだっていう、まあ、下克上じゃないですけど、予想外の試合っていうのもありましたし、すごい燃えましたね。格闘技はすごい僕は好きなんですけど、元から背負って入場してきて、で戦って、やっぱ勝負がついて去っていくわけじゃないですか。勝った人が歩けるところと、負けた人しか歩けないところ、チャンピオンが歩けるところとか、まあいろいろあって深いなって思いました。で僕が見てて、まあ、これが正解かどうかはわからないんですけれども、やっぱり強い選手っていうのは軸がしっかりしてるなってすごい感じましたね。軸がぶれない、ぶれないから回転の速いパンチがバーって打てて攻めていける。逆に言うと、相手の軸をどう崩していくか、ただパンチキックが強いだけじゃなく、どう軸をぶらしていくのか、強さに関係してるんじゃないかなと僕は思いました。まああとはもちろん距離感だったりとか、いかに早く下がれて、いかに早く前に出れるかとか、そういうのもありますけれども、まあ軸っていうのがすごく大きなあれだと思います。僕もよくトレーニングでコンビネーションとかやってますけど、多分そこは共通するところだと思います。軸ががっちりしてないと回転力が上げられないので、早く、行動ができないっていう原理、それはアクションと一緒なんじゃないかなって、体の使い方が、はい、っていうふうに思いましたね。あとですね、 K1、まあ、格闘技大体そうなんですけど、ラウンドガールの方たちいるじゃないですか。1ラウンドとか2ラウンドとか、ああいう札を持って、ね、こうやって上に上げて歩くんですよね、リング上、ラウンド間に。あの人たちすごいなって僕昨日、まあ、変な意味じゃなくずっと見てたんですけど、あれって結構すごいなと思います。あのカードがどれぐらいの重さなのかは分かんないですけど、まあ、両手をまっすぐ上に上げて、そのプラカードをぶらさずに音楽に合わせて足を動かしていくんですね、歩いていくんですよね。で音に合わせて止まって振り返ってっていうのをずっとここ固定して、手も固定してやるわけですよ、ヒール履いて。あれって結構、あれすらアクションに共通するというか、よく僕が言ってる背筋まっすぐで軸をぶらさないっていうことがすごいできてる。だからやっぱスラッとして綺麗に見えると、すごいなって思いました。もちろん格闘技の団体によって、ラウンドガールの方の練習量なのか分かんないですけど、できてる感っていうのは全然違うんですけど、昨日の K1 のラウンドガールの皆さんはすごいなって僕は思いました。女性の方はあの歩き方とかを参考にしてもらえると、すごく歩き方、姿勢が良くなると思いますので、ぜひですね、動画とかになるのか分かんないですけど、もしあるならば見てもらえるといいと思います。はい、という感じで、やっぱりアクションダイエットと格闘技に共通するところっていうのは、やっぱり軸をぶらさないで回転させることによってお腹がひねれるってことですね。あとは体がぶれないってことですね。ぶれないからこそ好きな時に好きな攻撃が出せる、だからカウンターが当たる、まあそういったことじゃないかなと思います。で逆にわざと軸をぶらす選手もいますし、わざとぶらして大きく振って一発で倒すとか、逆にわざとぶらすということは戻すこともできるので、わざとぶらすは全然 OK なんですね。はい、軸をぶらさないという力がある人しかわざとぶらすことはできないので、なので、まあ、そういうところを使ってるんだなって昨日すごい感じましたので、ちょっとお話しさせていただきました。はい、ぜひですね、強い選手の試合だったりとか、あとはラウンドガールの方の姿勢、ちょっと注目して、見てみてください。はい、ということで、今日のトレーニングです。入っていきます。で僕は昨日3種類のトレーニングやったって言ったんですけど、1個ずつ説明して
1分間ずつ、やってみますので、ぜひ椅子とかねある方は、ぜひやってみてください。で、昨日僕が座ってたとこは肘置きがあったんで、肘置きがある椅子だといいかなと思います。6時間あったんで何セットやったかは全然覚えてないです。負荷はそんなに強くないの で1分やってもそんなにすごいきついって感じで多分ならないんですよ。ただそれを何回も繰り返すことによって、あ、効いてるなとか、そこに刺激を与えておくことで効果はあるので、なんか見てる時とか筋肉痛とかにならなかったとしても、やっておくことに、ね、意味がありますので、ぜひ、試してみてください。じゃあ、まず一つ目から説明していきましょう。一個目はすごい簡単です。まあ、こうやって座って試合見てますよね。したら、まず姿勢を正すんです。姿勢を正す。で、ちょっとだけ椅子の前に出ます。はい。で、少しまっすぐからちょっと下がる。ちょっと後ろ重心にした状態で、この足を上げます。上に。はい。ちょっと反ることで、お腹、腹筋ですね。腹筋がきつくなってきます。ここに力が入ってるのが分かります。これ、状態によってかかり方がすごい変わるので、自分で探ってみてください。足上げて、ちょっと反ってくると、あ、来た来たっていう場所があると思うんで、ここでキープです。はい。見てて、こうして、はい。こうやって普通にしたら全然誰も気づかないですね。はい。で、あと呼吸だけは大きくやると、どうしたってなるんで、まあ、そんなきつくないと思うんで、静かに呼吸を。はい。こんな感じです。じゃあ、これ、1分、一緒にやってみましょう。呼吸を静かに足上げて、反る。位置決める。これでキープ。じゃあ、1分間いきましょう。はい、5秒前です。1、5。はい。このお腹とかを触ってあげると、なおいいですね。ああ、効いてる効いてるって。探り続けましょう。どうしても人間は楽していっちゃうんで、だんだん楽な方にいっちゃうので、頑張って自分の意志できついところをキープする。はい。効いてますかね？大丈夫ですか？わかんない方はどんどんご質問くださいね。探りますので。はい。あと10秒ですね。3、2、1。はい、OK です。はい。まあ、こんな感じで、今腹筋をやりました。1分間ですね。で、一回休む。普通に試合も進んでるんでね。注目するときは試合やっぱ見ますんで。で、次です。次は腕の裏側ですね。はい。ここを鍛えていくんですけど、これもキープです。キープっていうのは、まあ、体動かさないんで、何やってるか分かんないです。基本的には。自分だけがすごいきついっていう。はい。じゃあ行きます。これ肘掛けに腕つきます。腕ついて、お尻を手の力だけで上げます。ぐっと。はい。で、あんまり大幅に上げなくていいです。ちょっと上げるだけで。今上げてます。お尻が上がってます。はい。で、腕に重心をかけます。そうするとどうですかね？腕、来てるの分かります？支えてる腕で。はい。どうですかね？分かりますかね？これを1分間キープしましょう。これで、外側がつくんで、はい、ちょっとやってみましょう。さっきよりはきついと思います。よし、じゃあいきましょう。2、1、5。で、これちょっとでも、ちょっと椅子についちゃってても腕に効いてるの分かりますかね？結構あんま変わんないですよ。ここまで上げても
ついてあげてても、ここの腕に、乗ってれば大丈夫です。ついてても大丈夫です。効いてるのが多分分かると思います。30秒経過です。はい、きついっすねこれね。15秒。はい、10秒前です。さあ、腕効いてきましたね。プルプルしてきますね、こっから。はい、3秒前。はい、OK です。これパンパンになりますよね。はい、これが2種目目ですね。はい、だいぶ腕に来てます。はい、では次は3種目目。3種目目もは足です。足で、このつける場所から言うと内転筋っていうこの内側使います。じゃあどうやってやるのかというと、これもちょっと地味なので分かりづらいんですが、足をちょっと上げて、この膝と膝をくっつけて内側に力をかけます。グッとグッグッって押す感じです。膝と膝をどうですか、ここに効いてるの分かりますかね。グッ、動画でどう伝わるか分かんないですけど、グッ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 、足はつま先だけ下についててもいいんで、膝をとにかく内側にグッグッ、これは背もたれ全く関係ない、どう座っててもいいです。膝の内側、はい、これ1分間いきましょう。これで最後です。いきますよ、3秒前。1、2、グッ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 、ここに効いてますよ、付け根、内転筋です。綺麗に歩くためにはこの内転筋が必要なので、しっかりこれつけていきましょう。この内転筋は普段あんまり使うことがないので、結構多分やってない方には効いてくると思います。はい、30秒前。これジムに行くと重りをつけてこう内側に絞っていく機械があるんですけど、僕は普段それをやってます。はい、グッグッグッ、はい、疲れてきてると思うんで頑張ってください。ここから意識してグッグッ、ラスト10秒です。グッグッグッ、きついですね。グッグッグッ、5秒前。2、1、はい、 OK。 はい、お疲れ様でした。はい、この3種目です。最初はお腹、その後腕の内側、そして今度は足の内側、内転筋、この3つを僕は昨日、6時間の間に何セットやったんだろう、5セットは絶対やってると思います、この3つを。はい、だいぶ効いてるのは分かっていただけると思うので、まあ、あとはどれぐらいやるかっていうのは、まあ、その無理のない程度ね、見ながらできる程度でやってみてください。ぜひこういうことをしておくだけで、かなり効果的に体を刺激していけると思います。こういう何かを見てる時間、座ってるだけの時間、まあ会社でやってもいいですし、そういう時間を有意義に使うことはすごく、僕はいいことだと思います。はい、ということで、今日はまあ僕が昨日 K1 を見ながら行っていた3つのトレーニングをご説明させていただきました。ちょっとこれはアクション全く関係ないんですけど、せっかくなのでご説明いたしました。ぜひ、試してみてください。はい、ということで、僕は普段アクションを使った、ダイエットサポートを行ってます。で、今日は全然そのアクション関係ないトレーニングだったんですけど、まあこういった日常でできるトレーニングを、動画でアップしてますので、もしですね、面白いなって思っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画も以上となります。ご視聴ありがとうございました。また明日。